ボーズヘイブンですね。そしたらもうモルガン、レベル3またやりますという感じで、あ、そうか、こちらですね、ダイヤを30使うというあるんでマイナスなんですけどね、はい、10個しかもらえないんで、こっちまあでもいいでしょう。そしたらですね、こちらですね、アメリカン、インディアンホースですね、男の子ですね、はい、ちょっと今回は長い動画になりそうですね。うわ、すごい目が綺麗だな、なんか最近生まれるよ、よ、ヤコヤコ、いや、なんだっけ、メルシー、あ、でも男の子か、メル、メルさん。でか。まあ別にこれはね、その、あれなんでね、レベル4、レベル4にする、ディーラーをレベル4になるときに使う馬なんで、別にそこではね、はい。お金がないわ。スキップいいですか？目綺麗だな、これ。目が単調ですわ。うわっディーラーが、ディーラーがかわいそうだな、ほんと。ですね。うわ、イケメンですね。イケメンの誕生ですね。はい。いやー、ウェルさんですね。はい。じゃあ、そしたらですね、入れ替えですね。タルケですね、はい、タルケだっけ、 そうですね、こちらを移動ですね、はい、じゃあここ上げましょうか、アイテム、アイテムを買ってあげたいんだけどね、まあ、ウィッチをタルケにという感じでね、イケメンになりますよね、という感じで、タルケは転生しますからフランスに今から行きます、はい、寂しいですね、フランスに行っちゃいますよ、寂しいですわ、タルケ出発だ、では行きましょう、では、繁殖頑張ってくださいという感じですね、はい、そしたらね、今日はアメリカン・インディアン・ホースのスペシャルってことで、ディア君ですね。はい。ディア君どこですかと。はい。ディーナちゃんね。女の子だからね。ディーナ。ではと。女の子だからね、ディーナちゃんは。そうですか、そうですか、そうですか、そうですか。かわいいな。はい、ですね、ディーラーくん、あ、でもそうか、このディーラーとさっきのイケメンがそのね、するんですよ、はい、繁殖ね、うん、そっか、よかったな、ディーラーはい、生まれましたね、タルケ君の、将来の馬ですね、はい、こ
ちらですね。マリー、マリー。あかんぞ。マリー、カリー。え？違って、ね、カリー、カリー。これな。カリー、カリー。サリー、サリー。あれ？音？男の子、まあ取ってもいいかもね。素材だしね。サリ。はいはいはい。あいい、ね、名前もちょっと、ね、適当ですみません。ちょっと許してください、ね。素材って言ったらあれ。UBI ソフト。はい、では続きですね。やっていきましょう。よいしょ。毎回こんな感じで。はい、ではではでは。バンバンバランバン。よし。ファンタジアイランドですね。はい、そしたらここにという感じで入れますと、ユニコちゃんですね。はい、いっぱいになってきたな。あ、売るんだこれから売るから大丈夫なんだ。っていう感じでですね、コウマさんが生まれますという感じで、名前をね、ありがとうというね、ミスったんで、作り直しましたよという感じでやりますと。はい、女の子ですね。はい、ベリーグちゃんにしますと。はい、やっぱりね、自家製サンバのいいんですよね。もらった馬よりね、うん、自分の牧場で生まれた馬ですね。目青いんだね、やっぱりね。かわいいね。いいね。いいね。かわいいね、ベリルちゃん。かわいいね。やっぱ、ベタボコ目ですね。はい。買いますよ。お金ないんですけどね。繁殖やりすぎて、どうぞどうぞ。いや、いいな。うん。最高だな。おう。目がブルーだ。え、この子ブルー、そういうわけじゃないでしょ。いろんな目の色があるはずなんだけどね。はい、ではどうぞどうぞ。今日はいいですよ、ゆっくりで。なんとなく、はい、いやー、美しいな、この馬が。本当にやばいよ、この馬。強したくなら大丈夫ですよ。どうぞどうぞ。嘘ですが、見つめられるところが可愛いよね。うん、では、いいですね。はい。意識持ってんだよね、足も。天然石っていうか、なんかそういう。うわー、来たー。美女だよ、これ、やっぱり。美女ですわ。ありがとうと、ちょっと見比べてみましょう。はい、膝を置きますね。ほんと、うわ、綺麗だ、目が。あ、でもあっち、見えてたところ。いいですね。はい。美しいですね。
ましょう。一緒かな。ありがとうちゃん、ありがとう。どうだ、緑。あ、やっぱこっちは緑っぽいかな。うん、まあでもいいでしょ、両方ね、美しい。でもこっちの方が好きかもしんない。でもこれ自家製散歩じゃないんでね。はい、という感じでトレーニングですね。はい、どんな味ですね。はい、そしてファンタジーフォース増えたな。カラちゃんですね、これも今レベルの中でレベル11ぐらいに乗ろうと思ってます。12か11ぐらいにね。そしたらこの BGM もいいよね。そんな感じですね。はい、ユニコーントレーニングさせとくか。もうすぐだしな。はい、いってらっしゃいっていう感じですね。はい、ではよし、ユニコーン姫はいいわ。はい、ということでですね、どうぞ。そしたらですね、先ほど、メダルを30枚使うというね、こちらですね。あ、メダルじゃないですね。ダイヤですね。失礼いたしました。という感じで、メアリーにお持ちください。メアリーにですね、ちょっと奮発してアイテムを買ってあげますよ、という感じですね。まあでも目がこっちもこっちで綺麗ですね。と思いますよ。はい、では行きましょう。そうですね、こちらですね。ですね、一応買う予定のこのダイヤ150ですよ。こちらですね、を買おうと思ってます。はい、そしてこっちか迷うんですけどね。猫がいるって書いてある。じゃあこっちもいいんですけど、女の子なんでメアリー、そのピンク色を入ってる感じにしますね。はい、こちらですね、こちらを購入してあげます。いや、レースで守ってもらってるんで、では買います。反発しますよ今日は。はい、よーし、写真これってハッケモンっていう名前なのかな。よくわかんないんだ。はい、という感じですね。では、赤字ですけどミッションは終わりました。はい、アイテムを変える時に変えましょうっていう感じですね。うん、と思いますよ。はい、そしたらついでに、アイテム変わったんでね、
レースに行きましょうか。アイテム似合ってるかな、そこが心配ですね。雨だから無理か。 0.3 秒、ちょっと惜しかったねって感じですね。うん、13秒10だったはず、ベストレコードメアリー確かですよ。うん、うん、あ、13か。あ、ま、レベルが10なんで、これからですね。はい。ではでは、ですね、お金もちょっと溜まったんでと。はい、違うな。はい、お金も溜まったんでですね、そのアイテムですね、買ってあげましょう、という感じですね。はい。これですか、迷ったんですけど、ダイヤのポーチですね。はい、だけどこっちにします。羽が動くんですよ。そうですよね。はい、いいですね、シンプルで。わお、すごいな。では買ってあげますと、わおわおわお。はい、ではどうしようかな。これ最後に持っていこうかね。こちらですね、天才賞テーマ、天才賞ですね。じゃあ卵賞、おお、そうだね、持ってるよ。じゃあ羽根を打って